県内では現在御殿場市の市ののの長長選選挙挙と川根本町の町長選挙の投票が続いていてます参議院補欠選挙に立候補する前の市長の辞職に伴う御殿場市長選に立候補しているのは届け出順にいずれも無所属の新人で元御殿場市議会議員の勝俣幹也さん63歳と御殿場市の元副市長勝俣正美さん66歳です。 投票は午前7時から始まり、午後5時現在の投票率は期日前を含め41.44%と、今年1月の全開戦を1.43ポイント下回っています。今回の小選は、市政の継続化・刷新化が主な争点となっています。投票は午後8時で締め切られ、即日開票されます。一方、任期満了に伴う川根本町の町長選挙に立候補しているのは、 届出順に、いずれも無所属の新人で、元長議の山本信之さん、七十三歳。同じく元長議の太田幸隆さん、七十七歳。元長議会議長の園田靖邦さん、六十二歳の三人です。町の新たな舵取り役を決める。今回の選挙、午後五時現在の投票率は、期日前を含め、七十一点五・三パーセントで。 選挙戦となった2013年と比べ11.28ポイント下回っています投票はまもなく午後6時で締め切られ即日開票されます